イメラジオ五千二百十六回。今日は令和五年六月二十五日日曜日です。時刻は午後九時半。穏やかな日曜の夜、大きく開け放した窓から初夏の穏やかな空気が流れてきますね。今日は本当に柔らかな空気ですよ。夜なんだけど大きく窓を開けてますね。 基本的に夏もあのエアコンはつけないのでエアコンはあるはあるんですけどねここほとんど毎年つけません窓を開けて風を入れてで涼をとっていますね今も涼しい風ですよ夏の夜風リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうかさて今回は 立花さんが仮処分申し立て、こんなタイトルでお話し,しましょう。立花さんが仮処分申し立て。何やってんのかな。とリスナーの皆さん、お思いになりませんでしたか。仮処分というのは、確か大津さんサイドが、あの。提起して。その仮処分に対して。あの、千葉の裁判所が。 こういうことは裁判所が決定する話題じゃないから大津が代表とも斉藤が代表ともあの決定できませんと自分らで決めてくださいというふうにまあ却下したわけですよねあれは大津さんが負けたというよりはむしろあのそういうことに裁判所は関わり合いませんとだから斉藤さんが代表と認められたわけでももちろんない その仮処分を今度は立花の側がやってるとか立花さんが自分でお話しなさってましたね。であの大津さんになんか党首としてうんと動かないよ投党首の動きをしないようにそういう仮処分。でこれ。 何の意味があるんでしょうねこれね。あの、大津さんに、あの、お金を使わせないってことなんでしょうかそれとも大津さんが、なんか、借り入れをして、大津さんが新しく借り入れをして、で、投資として、その借り入れの返済に、あの、政党助成金が使われるんじゃないかそれを防止するためのものなのか だから仮処分を古津さんが申し立ててそれが却下とだったら立花さんがその全く逆みたいなその仮処分を申し立ててもどうせ裁判所は同じ答えつまりあのそういうことに裁判所は関わり合いませんというふうに言ってだから意味ないんじゃないかと思うんですけどなんでやるんでしょうね立花さんは。 で一回裁判所にその仮処分の申し立てをしたら裁判所が書き直しを、まあ、提案してきてその書き直しだったら受理するみたいなそういう橘さんの口ぶりでしたね。けれどまああの面白くない話ではあって橘さんってこんな面白くない話する政治家じゃないんだけどね。 だってあんまり意味があるかどうかもわからないしでこの前大津さん側からの似たような仮処分があの却下されてなんで同じことをこっちから今度やるのかお金のことでしょうねだから大津さんが借り入れをして48透名義でそしてその借り入れにあの 政党助成金が使われるという、そのこと、を何としてでも、あの阻止したいんでしょう。面白くない話ですね。あと、立花さんは言ってましたけど、あの法務局が、法務局が大津さんを。あの、登記上は、あの。党首としてみなすし、そしてその大津さんのサインがなかったら。 大津さんが辞任したとはみなしませんというあれはね法律にきっちり書いてあるようですねですからあの大津さんが今法的にはもうがぜん有利なんですよで総務省はというと保留とつまり斎藤があの代表だとも大津が代表だとも総務省は決めてるただ法務局はもう大津さんですと。 この点ででも立さんんやっぱ不利なんですよ。それでいろいろやってますとね黙ってると誤解もされますから最新の情報ですっていうふうに今回その自分が仮処分を大津さんに起こしたということをおっしゃってるんですが放送冒頭でもお話したようになんでこんなものを起こしたんだろうと、まあ、考えられるのはなんか仮入れでもしてその政党助成金担保に。 でその借り入れの返済に政党助成金使われるんじゃないかということまあしょうもない話ですよね。前もお話ししましたが立花さんの政治的なリソースっていうのはもっとクリエイティブなあっと人を驚かすようなそういうところにまああの使われるべきなんであってこのような不毛な何にもならない けれど。大津や黒川に振り回されるような。そういう。ところに。立花さんのエネルギーが。費やされているわけですね。まあ、フォーティエイト島っていうのは。去年の夏から。まあ、フォローしてきて。この夢ラジオでも。まあ、その。まあ、勢いもあるので。お話ししてきましたが。なんか、本当つまらないことを。言い出して。 来てますよね立花さんってもう黒川の嘘が暴かれたとかももうどっちでもいいんですよ黒川さんが嘘ついてるっていうのはもうみんなわかってるしその黒川さんをやんやと生やしてる人も嘘だとわかって生やしてるんですよでそれを今更嘘が分かった証拠はこれだと出されても誰も驚かないしそういうことを立花さんが言うそれを話題にしてそこでエネルギー使ってるっていうこと自体 あつまんないなとどんななってしもたんやろうとちょうどあの嘘ばっかりついてるヒロシのお話でも何万人もの人がやっぱりフォローしてるんですよねそれは嘘だと分かって聞いてるんで面白いから聞いてるんですよエンタメだからだから黒川さんの話も誰もそんなの本気にしてやしないけどおおもろいなと思って言えよと嘘も100回言えば本間になるぜと。 こだからあの YouTube の言説っていうのはやっぱその程度のものなんだとある意味もう冷めておくべきですよね。こんな嘘ばっかりついてる人たちがなんで何万回も視聴されるんだと。いやその程度なんですよこのプラットフォームは。だからあのある程度割り引いて。 聞いいいかななきゃいけないでしょうねどんな言説も立花さんが仮処分申し立てこんなことしかもうすることがないんだろうか裁判裁判って言ってますよね弁護士弁護士って言ってけれどその弁護士の先生にもよくわからないみたいなことなってるじゃないですかもう誰もこういうい 馬鹿らししいいいいとううかあのしょうもないのに関わり合いたくないんですよ多分弁護士の先生たち何人もいるって立花言ってますけどみんな嫌なんじゃないですかこんなのしょうもないからやりがいもないしそしてあの着地点も見つからないからで裁判所は相手にしてくれないから、ね、やりがいないじゃないですかこんな仕事弁護士としても面白くないし。 それをずっとやんなきゃいけないまあ立花さんですよね。でイメラジオでお話しておりますがもうフォーティエイト党は大津さんのものなので法務局が言ってる通りですよ。だから立花さんはもう新党の方ですよねそっちの方にあのもう切り替えてクリエイティブな方へと歩んでいかなきゃいけないのにこんな話。 これをあと半年も続けたらもう2年後の参議院選挙ももう無理でしょう。夢ラジオ。今回は立村さんの仮処分申し立てについてでした。日曜日曜です。